今回はチュチュパイセン、てめえらライフルは持ったかに対するみんなの反応をご紹介します。1日2本以上投稿していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは行ってみましょう。こうしてこうだ、行くぞ。しねえよ、隣で普通に銃持ってるフェルシー。そのトリガーは何のためにあるんだよ。ちょうどいい持ち手があってよかったな。やっぱパイセンは接近戦のが向いてそう。性格が魂が接近戦得意な形をしている。まさかライフルを棍棒にするとは。借りて間もない新型機の装備を棍棒にするな。ライフルはね、ビームを撃つためのものなんですよ、チュチュパイセン。近接戦闘でライフルなんて構えて撃ってられるかよ。チュチュに持たせる長物銃器はもう近接武器と併用できるものにしないとだな。ちゃんと当てられるけど、それはそれとして殴りに行く。いいだろ、たまにビームが出て相手をびっくりさせられる鈍器だぜ。自分の手元から足元や自分の方に向かってな。さすがパイセンだ、見た目の威圧感の重要さを理解している。相手無人兵器なんですけど。っていうか近接戦闘武器準備できなかったんですか、トスケベーシスター先輩。ガンプラ情報ではサーベルがついてるぞ、2本も。でもライフルの方がリーチ長えしな。ヤバそうなシチュエーションなのにライフルで殴ろうとしてんのはギャグなんよ。そもそも決闘用のフィールドじゃねえんだから、大出力のライフルなんて撃てねえし、爆発もさせられねえし、物理で黙らせるのが最適解だぞ。別に射撃が苦手なわけじゃないし、なんならガンゴルバ一体仕留めたのに、なんで即ドンキに転用してるんですかね。狙う、照準合わせる、トリガー引く、発射、狙う、ライフルぶん回す、怒る。ドンキの方がワンアクション早いんだよ。決闘仕様で出力制限されてるビーム兵器より物理の方が頼りになるよな。この戦い方マジで解釈一致。結構ハラハラ回だったけど、ライフルコンボという、普通なら最終手段なのやってて笑っちゃった。さすが釘バットが似合う女だ。バレるが、バレるが曲がる。近接武器で遠距離攻撃はできないけど、遠距離武器で近接攻撃はできるんだ。つまり最強ということだ。ビームサーベルより先端に重量の寄ったドンキのが馴染むのかもしれん。パイセンは生身のリアルファイト歴のが長そうだし。サーベル振りに来てんじゃねえ、敵をぶっ潰しに来てんだからよ。出撃前には装着されているのが映ってるが、フェルシーを助けに来た時には喪失してるから、戦闘でビームサーベルを使い捨てる事態になったと考えられる。ミカ、必要セッティングだから外すか。チュチュ先輩には蛮族スタイルな戦い方が似合いすぎて困る。普通は銃を持とうとすると自然とトリガーを握るように OS が組まれているのだが、父がこういうことをするからミカが専門で書き換えてる説。囲まれて距離詰められたから、もうライフルをライフルとして使えないほど追い詰められた状況の表現だと思って見てたよ。言われてみればチュチュパイセンのキャラと相まってめちゃくちゃ面白いな。皆さんはチュチュパイセン、てめえらライフルは持ったかについてどう思いましたか。ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。チャンネル登録もしていただけると励みになります。